はい、どうも、お茶です。じゃあ今日は久しぶりにね、デビルメイクライをやっていこうと思います。前回ね、これ、地下水路の悪魔、すっごいね、難しかったところをやっとクリアして、新しいとこですね。ってことで始めていきましょう。で、今日ね、多分ギルティギアの動画はなしでいきたいと思います。まあ、ギルティ見てない方はいないと思うけど、多分ギルティ見て、まあ、チラッとデビルメイクライも見てみようかな、的な感じで来てる方多いと思いますけど、まあ、一応ね、ギルティ、見てない方には関係ない話ですが、はい、そういうことでお願いします。ってことで480しかないんでやめとくか。何も買わない、何も買えない。でね、ヘッドホン新しくしてね、前のヘッドホンぶっ壊れてて片耳聞こえなかったんですよ。今ね、すごい両方聞こえてるんでね、前よりもね、音を楽しみながらプレイできると思います。ん、なんか揺れてるぞ。なんか左上が揺れてますね。なんでだろう、バグ？なんか演出かな。体力ゲージが揺れてる。違う、なんか HP が減ってってる。なんだ？あ、なるほど、灼熱の鍵ってことか。うーわ、しかも雲出てくんのかよ。こいつさ、音うるさいんだよね、雲。そこ待って、すごい嫌なんですよ。雲出てるところだけちょっと音量ちっちゃくしないと俺の声がかき消されるっていう、まあ、そういう編集面です。ちょっと嫌なんですよね、雲。で、どこ行けばいいんだ？あれかな？うわー、出てきた。死神怖いんだよな、ちょっと。ここじゃないか？お、ここで合ってるっぽい。何これ？サイクロプスを同士打ちで一体倒せ。同士打ち？どういうことだろう。うおうおうおう。ああ、なるほど。いでー、待って、これ死ぬかも。待って、なにこれ、これやんなくていいやつ、もしかして。ちょっと待って。え、なんか、え、なにこれ、変なことやってるぞ、こいつ。なんか R2 を押すと、挑発みたいなのやるんですけど。ちょっと待って、そのせいで死にかけてる。待って、逃げる。これ多分やんなくていいやつっすね。は？意味がわからん。てか HP がない、やばい。あー、こいつは強いんだよな。やべやべやべ、やばいな。あ、待って、ミスった。うわー、なんかよくわかんないまま死んでったんだけど。いや、なんかここも難しいステージ臭いな。まあ、ちゃんとちょっと死神倒しつつ進みましょうか。どっからスタートになるんだろう、これ。こっから。これやんなくていいやつっぽいんで、ちょっと難しいし、なんか HP 少なくなってってんで、ちょっとこれ後回しで、多分後行って行ったら多分またこれできると思うんで、死神ちゃんと倒していかないとダメ臭いんで、めんどくさいけどやるか。普通に死神これ強いんだよな。あ、待って、これどこでさ、悪魔化するんだっけ。あ、ここか、了解。これね、これクソ強いんで。オッケー。まだ声聞こえるな。でも、あ、呪い解けた。なんかまだ声聞こえるんだけど、バグ？で、なんかね、どこだっけな、覚えてんだよ俺、微妙に。なんか虫いるし、今度。ちょ、なんか、なんだろう、ジャムる資格をしてるんですけど、連打にならない。なんだ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 、いてててててて、待って、俺下手だわ、デビルメイクライ。やべえ。このゲーム、こんな難しかったっけ。若い頃の俺の方がデビルメイクライ絶対うまかったぞ。これ多分エレベーターになってるんで、どっから来るか分かんないけど、ここか。で、どこ連れてかれるんだ。なんだここ、この下行けってこと。なんかね、使う場所あったんですよ、確か鍵が。ここだっけな。あれ、こんなとこじゃなかったっけ。
全然覚えてねー。あれ？一番お上だっけ？一番上、なんだこれ。これじゃね？太陽って。あ、これだ。やった。やっぱここだった。なんか太陽っぽい顔描いてあったから、なんだろうなーって思って。え、クリア、これで。ちょっと早すぎませんかね。多分死んでるとこ、これカットしてるから、相当これ短くなってると思うんですよね。もう一回行きますか、じゃあ。もう一個ミッション行って終わらせようかな。でもどうしようかな。長くなるのも嫌なんだよな、あんまり。まあ、とりあえずネクストミッション見てみて、決めよう。あれ？何も表示されない。ここ初期のとこじゃん。しかも HP バーも表示されてないし。あ、ここでか。なるほど。伝説の剣士再来。どうしようかな。やってみるか。一回やってみます。多分何も買えないんで、まだ。レッドオブ足りないから。あ、これ多分ボス戦だな。買っとくか。多分ボス戦臭いっすね、これ。これなんか、買ってくれよみたいな、あるし。多分ね、一回戦った剣士いたじゃないですか、悪魔。あいつと戦うような気がするな。うん、なんかそう臭いぞ。どこ行けばいいんだ？あ、ジャンプか。で？絶対出てくるでしょ、あいつ。え、雲？雲 とここで最終決戦しろってことか。お、なんか本気モードになるっぽい。まあ今まで逃げ続けてたしね。見えねえ、画面が行くのはせこいって。いれ、じゃあ悪魔化なるか、これね。見えない見えない見えない。こっち向けよ。やべ、ちゃんとこれ真面目にやんないと多分死ぬわ。待って、こっち向けよ、こっち向けよ。なんだなんだなんだ、いてー。歩けってやつか、これ。まだ攻撃パターンがいまいちよく分かってない。これね、これ。これやるより普通にデビルトリガーの時に銃撃った方が良かったんじゃねえのってちょっと思ってきた。 これね、多分走れってことなんで、これ。うん、そうですね。で、あんま銃使うのあれなんで。やべ、いれー。これもうこれの方いいんじゃねえ。あ、でも全然減らねえ。あんまりバイタルスは使いたくないんだよな、こんなとこで。これも走れってやつですね。うーん、これ脳死で技振ると、あ、やべやべやべ。あ、使おう使おう使おう、バイタルさ使おう。あんま使いたくなかったんだよな、本当は。あ、買っといてよかった。これでじゃあボス終わりってこと？伝説の剣士ってどういうことだろう。クモと倒した伝説の剣士ってことで、ダンテが、なんだろう、そういうことなのかな。おらおらおら。もうすぐもうすぐ。第二形態とかないだろうな。あー、避けるのむずいな。オッケー。
第二形態とかあったら終わるぞ本当に。爪は。なんかトロフィー手に入れた。ああ、これなんか変なとこに刺さってんのか。なるほどね。ダンテの父親が伝説の剣士スパーダだっけ、確か。そうそう。なるほど。これでこのミッションが終わりだったら結構いい時間になるかな。割とちょうどいいぐらいの時間に、短すぎもしない、長すぎもしないみたいな。これ誰だっけな、覚えてんだよなあ、そうだ、依頼者だ、ダンテに依頼してきたやつだ。おお、レッドオブやべえぞこれ多分。そう、言うてだったな、言うてそんなやばくねえな何これ、武器としては使用できない。下行けばいいのかな。クリア臭いな。あ、まだか。何これ、なるほど。違う違う違う、三角か。で、橋が降りてきて、これまだ終わらなさそうだな。結構長いミッションなのかなこれ。あ、違う、ここか。出たー、グレネードガン、これ強いんすよ。これに装備変えとこう。これねー、すごい使えたやつだった気がする。こんな感じで何発も持ってないんですけど、これ超強い確か。で、あ、ここか、なるほど。で、ここに繋がるわけですね。で、ゲロ吐いて、ゲロで風車が回って、なんかあの扉行ったらクリア。え、あれは？早く行かせろよで、どこ行くの？あれ、ここじゃないか。待って、マリオネットできそうだぞ。あ、違うわ、ここじゃねえや、戻ってきただけだ。ん？待てばいいのか、ここか。なるほど、わかりました。カットしてるかな、多分相当グダグダプレイになったんで、多分カットしてると思います。やっと謎が解けました。さっきの三股の、もう定点カメラやりづれんだよ。三股の矛を動かしたら、さっきのところの扉を急いで行けばいいみたいな、多分そういう感じらしいですね。攻略サイトとかは全く見ておりません。勘です、勘。おそらくね。俺、こういうとこの、なんだろうな、なんていうか、ひらめきっていうか、直感は結構得意なんですよね。自信あるっていう。ここだっけ、割といろんなゲームとかやってたりして。そうそう、やっぱそうですね。で、これでクリアかな。よし、クリア。ってことで、ちょっと後半下りましたけど、なんとかクリアすることができました。じゃあね、時間的にもちょうどいいんで、今回はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。